そお越しくださいました。花々しいファンファーレとともに、斉藤丈太郎さん、溝端淳平さんと登場していただきました。改めて皆様大きな拍手をお送りください。さあ、溝端さん、早速なんですが、先月行われました着物イストアワードのちょっとプチ再現をですね、ここでしていただきたいなと思うんですが、ここにプチランウェイがございます。その時を思い出して歩いていただきたいなと思います。その間にですね、その受賞理由というのを私より解説いたします。それではお願いいたします。マイクそちらに置いていただいて、無茶振りすいません。さっき決まりました。音楽もないのにすいません。役を果たし、多彩な役どころを演じ、経験値を重ね、役者としていくつもの軸を持つ溝端淳平さん、その秘めた努力家のイメージにもう一つ大人の色気をただまとわせ、新たなる軸として令和の着物のスタイルを加えてほしい、これが受賞理由でございました。さあ、ちょっとマイクをお持ちいただいてもよろしいですか。受賞の感想をまずはお聞かせいただいてもよろしいですか。まずは皆さん、今日はお集まりいただきありがとうございます。溝端淳平です。ありがとうございます。受賞の感想ですか、はい、感想はもうやっぱりそうですね、時代劇 も舞台でも、あと NHK、まあ、大河ドラマの前から結構シリーズもので毎年京都に行って着物をずっと着る機会が多かったの で、はい、で今年初めての大河ドラマに出演することができて、はい、今川氏真役、はい、そのタイミングでこうやって着物のね賞をいただけるっていうのはとっても光栄でしたし嬉しかったです。ね、どうする家康でも、ね、家康の、まあ、幼馴染ライバルというかね、貴公子という役ところでしたけれどもね、はい、ということで、今年受賞されました。さあ、丈太郎さん、はいはい、早速なんですけれども、はい、今日お召しのこのコーディネートが受賞された時のコーディネートですよね、はい、解説をお願いしてもよろしいですか。あ、はい、あの今回はですね、男前なんですよ。ちょっと見られると恥ずかしいぐらい男前なんですけれども、今回は実は男性お二人受賞ありまして、伊藤健太郎さんと、それから溝端淳平さんのこのお二人なんですけれども、あのやっぱりね二人とも本当に、いい男なんですけれども、その二人にこう少しこうカラーを加えてコーディネートしたいという思いがありました。で、溝端淳平さんにはやっぱりちょっとシックでね、大人のいい男にしたいと思いまして、まあ、十分いい男なんですけれども、でちょっといいですか。じゃあ着物の方、着物はですね、まあ、実はこれは私の作品なんですけれども、まあ、花柄になっています。でこの花柄、男性に花柄というとうんと思われるかもしれませんけれども、まあ、昨今のことですのでね、花柄だけれどもどうなんですかね、あのいかにもこう可愛い花柄ではなくちょっとかっこいい花柄で、それと、ね、ワントーンになってますので、なんていうかな、柄は大胆なんだけどもワントーンのシックなコーディネートにしております。で帯は、ね、はい、はい、で帯はですね、これはね博多の、はい、僕が西村織物さんブースありますけどもね、はい、西村織物さんとコラボした、あ、そうなんですか、博多の、これまたいい帯です、はい、で上の羽織はですね、オリエンタルダイヤモンドさんの、着物生き物という、ね、ブランドの、生地を、紋章ですね、ラメ入りの紋章ですね、それを男性用に仕立てて羽織入れて、すごくキラキラしてますよね。そうですね、あのまあシックな合わせですのでね、ちょっと色気が欲しいというか、やっぱり淳平さんが着られるシーンを思うとちょっと華やかなところだと思うので、ちょっとキラキラをね入れました。でもこのキラキラは僕着る前は少し、はい、男性が着るの大丈夫なのかなと思ったんですけど、はい、裏では、のりかさんと高島玲子さんはすごい褒めてくれて、いや本当にお似合いですよ。そうなんですよね、あの二人が褒めるってなかなかないですからね。あ、そうなの。いや、わかんないですけど。あ、そうなんですか。いいものをたくさん見ていらっしゃる方々だから、はい、確かにね。溝端さんの目のキラキラにこう、ね、フィットしているような気がいたしますよ。もう色合いがとても落ち着いた色目ですもんね。そうですね、シックで、あとこれ、まあ、ちょっとこう今ちらっと見てて、実はポケット羽織なんですけど、そうなんですよ、次に実はしてあって、便利。なんかね、着物ってね、とにかくね、こう手をね入れるとこがなんか男ってちょっと今日
関西では生きるって言うんですけど、ちょっと生きりたい時にこう、ああ、そうね。ちょっとカッコつけたい時にね、なんかどうしようかな。マジですか、時代劇でめっちゃ俺これやりますけど、あれ生きてるっていう。そう、あ、そうなんや。そうかもしれないです、ね。やりすぎ注意する。視聴者の皆さん、手持ち無沙汰になるんですよ。着物だと。そうですよね。どうしていいのか分かんないから、引っかかるところが。どうしても武士だったらこの刀に手を置いたりとか、そうじゃない、剣、あの刀刺しないときはやっぱり帯に指を入れるっていう、 あれが生きてるってことは今日初めて勉強になります。学んじゃいましたね、はい、関西ですか。僕和歌山です。和歌山、あ、そうなんですね、はい、で一気に今関西弁になりましたもんねすいませんそう、まあ、ごめんなさい、話戻して、あの、はい、ちょっとポケット付きの新しい、はいはい、ジャケットみたいな感じですね。そうです、本当にまさにジャケットで、で羽織紐もついてないんですよね。そうですね、羽織紐は、あのこれも僕の、 あの羽織紐をつける血はもちろんついてるんですけども、これは僕の、まあ、あくまで個人的な、まあ、意見なんですけども、僕はあの羽織紐の紐がちょっとダサいと思ってあのこう結んでですね、こう房がふわっとなる、あの房がですね、どうにも馬車や玉手箱かと思うような、そういう気持ちになりました。意見には個人差があります、はい、ありますのでね、はい、一応僕はまあこうない方が、あの洋服のジャケットのように着る方、着る方がちょっとクールで今、まあ、シュッとしてみますね。はい、そういうふうにしております。はい、私あの着物アワードのランウェイの時に溝端さんがね、後ろ向きになってこの羽織をパッて脱いだ瞬間がむちゃくちゃ痺れました裏で何度も練習しましたよ別にあれって別になんかこうやってくれとかそういう打ち合わせなんかお好きにっていうふうに城太郎さん、あのリハーサルの時言ってくださったんですけど、3往復するって聞いて、3往復ももう引き出しがないってなってどうしよう、でも途中で羽織は脱いでくださいって言われてたんで、はい、じゃあこの羽織の脱ぎポイントだけしっかりやってそこだけ決めようと思って、あそこだけ練習しましたそうだったんですね、よかったですよ、印象に残ってくださって、はい、いやいや、でもあれ、おってなりましたね。あ、本当ですか、嬉しい。どこで練習して、どこで練習してたんだろうって、そっちは気になりましたけど、そのくらい素敵でした。あのブースの楽屋の前でずっと練習してました。密かな努力があったんですね。素敵でした。まあ、ランウェイね、もっと四者四様というか、はい、ねえ、面白かったですね。じゃあ早速ですけれども、あのゆっくりとお話ししたいので、はい、おかけいただいてもよろしいですか、はい。ちょっと椅子高いのでお気をつけください。はい。ファンの方も多く集まっていただいて、純平って書いたボードもお持ちの方もいらっしゃいますね。やっているので、そう思っていたことは本当にもうまさにそういうことなんですってことは。なんかこう着付けってもっとここ乱れちゃいけないだとか、うん、ちょっともうきっちりってやるイメージだったんですけど、今回その多分城太郎さんの意向なんでしょうけど、ちょっとこうカジュアルに多少この、はい、今もうね、文明が進んで民間の人が月旅行実際行ってますしね、まあ、車もですね、もうすぐハンドル握らなくても運転してくれる自動運転になりますし、言うてるうちにね、ドローンに人が乗って、空飛ぶようなそんな時代になると思うんですけども、便利になればなるほど確かに素敵なことではあるんですけども、その振り子のね、振り戻しのように自分たちの文化とか伝統とか、ちょっと着物ってやっぱり一手間かかるもんですからね、その一手間が逆に贅沢な、でまたこうなんかこう一周回ってね、着物って古臭いなと思われてる人がいらっしゃるかもしれませんけど、逆に今もうね、僕自分たちの民族衣装の着物を着ることが一番新しいんじゃないかと。だからファッションショーをしたり着物イストで発信したりするのは、古いものを今ここにとかではなくて、ほらね、一番新しいのは着物でしょっていうことを実は発信したいという、あの細かく言うとね、いろんな文言を作ってやってるんですけども、ざっくり言うとそういうことがしたいということです、はい、なるほど。で、着物イストアワードに選ばれた皆さんに、そうした発信者になっていただきたい。そうですね、なんかぜひね、ちょっとね、衣装をいろいろ選ぶことがあるんですけど、よし今回着物で行こうかななんていうふうにね、なんか5回に1回ぐらいそんなふうにしてほしいですね、なっていただくと素敵です。溝端さんいかがですか、そういったところで。そうですね、こんな風にしていきたいなという。別に次これって決まってるわけじゃないですけど、まあそろそろお正月番組も撮る時期なんで。あ、そうですよね。むしろ、はい、着る機会も、まあ、積極的にお着物を着る機会があれば着たいなと思いますね。収録日までもう熱量しますねあれちょっと商談成立ですかこれこれまずほら
で今展示してありましたから、はい、あのもう一回きれいにしてあのなんて そのまま渡すんじゃないか。ああ、ありがとうございます。急いで持ってくるします。あ、すいません。お正月番組に間に合うように。あ、いやいや、出れるように頑張ります、はい。またこちらのコーディネートはあの着物イストデイブースで展示 ね、 そうですね、されますもんね。はい、あの一日だけちょっとお借りして、あのね、今度ちょっとブース見て回っていただいたりしながら、はい、またもう一度ね、あのまあ純平さんから引っぺがしまして、あの人形に着せて皆さんに、ね、ご披露したいなと思ってますので。ちょっとポカポカした感じの。そうか、あ、脱ぎたてを展示されるわけです。そういうことか。まあそうね、そういうことです。なるほど。あとで人だかりになりそうな。でも他の3名の皆様のね、コーディネートも展示されてますからね。そうですね。あの藤原紀香さん、高島礼子さん、伊藤健太君。でもそれぞれがみんなね、本当にカラーが出て、あの、まあ、スタイリストでやって、自分で言うのもなんですけど、非常に面白い、バランスのいい4名の方の衣装ができたと思っておりまして、あの本当に評判良かったですし、やっぱりね、着物、まあ、もちろんいい男なんですけど、ますますね、色気が出て、やっぱりこういう人を街に歩かすとね、やっぱ俺も着物を着てみようかなっていう、そうですね、おっちゃんたちがいっぱい増えてる。はい、で今街を歩くって話が出ましたけど、溝端さんはじゃあこの着物を着てどんなところに繰り出してみたいなと思いますか？そうですね、いや、なんかもちろんその京都とかその初詣とかもいいですけど、うん、これ逆にちょっと銀座とか歩いてみたいですね。あ、もうここからこの辺りをちょっと歩いてみたいなって。じゃあ銀座と祇園は私をお供します。あ、ありがとうございます。マスターですからね。お高そうな街を2つ回る。そうですね、着物姿でブイブイ行きましょう。そうですね、これで一回ちょっとその現代に、さっき城太郎さんが言ってたように新しいものっていう意味では、はい、その原風景の中にこの着物でちょっと歩いてみたいなっていう、それこそ渋谷とかね。あ、それがかっこいいってもしなったらとっても素敵なことだなとは思いますね。そうですよ、着物を着て渋谷行こうぜって10年後、うん、若い人たちが言ってたら、はい、すげえかっこよくないですかとは思います。溝端さんフォロワーといいますか、あんなふうに、いやいや、まあ、僕っていうわけじゃないですけど、なんかそういうふうに勝手に思ってます。はい、でも嬉しいですね、なんか今回のきっかけでそんな風に思えたりとか思ってくれたっていうのがなんかすごく嬉しいです。いやいや、本当に素敵なんで、かっこいいですもんね、この着物。もう普段にぜひぜひ、うん、そうですね、お召しください。まあね、着物でね、飲みに行くとね、すごいモテるんですよ。いや、モテるけど、何着てもモテるけど。そうなんです。でも、ね、あの着物着ると男5割増しとかよく言うんですよ。はい、男っぽい。いや、初めて聞きました。あの、着ていくとね、分かるんですけど、あれ、こんなに褒めてくれるんだって。意外と女性の方が、あ、こんな女性に着物男子って受けがいいんだっていうのは着ていくと初めて分かりますね。あ、そうなんだ。え、着物男子好きな人いますか？あ、ちょっとでも今日聞く場所を間違えたかもしれない。そう、着物好きしか集まらない。そっか、っ、まあでも好きなんですね、やっぱり着物がいいんだ。男性がね、女性のお着物素敵だなっていうのはすごい男として分かりますけど、あ、女性やっぱそうなんですね。やっぱりちょっと普段と違う姿だなっていうのでグッと来てしまう。確かにそうですね。で、しかもこうした、ね、おしゃれな現代未来っぽいというかね、そういったコーディネートだと目を引きますし。そうですね、あの、だっていうかな、こうやっぱりその人が選んだ、チョイスした、だからその人らしいものを選ぶようにしていて、あの、どうしても若い子だとお母様の着物、まあ、それがダメって言うんじゃないんですよ。お母様の着物だったり、おばあちゃまのチョイスだったり、自分で選ぶことってなかなかある程度年を重ねないと、まあ、そうですね、決して安いものじゃないし、成人式の着物なんか、はい、そうなんですね、特にそうですね。そうなんです、実は着物衣装に振り袖がないのは、はい、あの、自分で買わない、振り袖大半の人で買う人もいるんだけど、買ってもらうもの、そうだから、はい、あの、そういう意味ではファッションではないの、ない、ファッションとはちょっと違うという意味で、実は、あの、振り袖は選んでないんですね。で、あの、着物イストアワードの、受賞される方も未成年は選ばないんです、ですから。っていうところも一応あって、はい、あの、振り袖もちろんいいんですよ、振り袖はいいんですけども、どうしても成人式のためのというか、イメージが、そういうイメージがあるので、はい、逆にそっちを選ばないようにしています。
溝端さん、こんな着物着てみたいなとか、そういう思ったことありますか？今着れてるんで、いやもうこういう着物着たかったと思いますね。こういう現代でも着こなせるような着物を着たいなと思って、どうしてもね、歴史を仕事で着るのはどうしてもね、こう歴史のものだから、ちょっと古典的な、ね、古典的なものが多いので、はい、すごい新鮮でしたね、今回は。もうね、昨今では桃山時代でしたもんね。ああ、そうですね。どうする家康ではね。どうしてもそうなりますね。はい。はい、まあもう令和の着物。そうですね。やっぱりその、なんだろうな、大河ドラマもそうです。多分おそらく歌舞伎の語源もそうですけど、伝統的なものをどんどん覆して新しいものを作っていこうっていうことだと思うんですよ。はい、歌舞伎も大河ドラマもね。そうですね。でも多分その、丈太郎さんのおっしゃってる思想もそのなんかと通ずるものがあるので、やっぱりそう新しい解釈で伝統的なものを自分今の自分たちがこう作っていくっていうことはとても素敵だなと前から思っていたので、そういう着物に今自分がそういう着物を着れてすごく嬉しいっていう感じですね。いや嬉しい、はい、そう言っていただくとね、本当に妙に尽きて、いやありがとうございます。素敵だと思います本当に。じゃあここで、溝端さんから逆にこう着物について丈太郎さんに何か質問があったりしますか？質問、これはね、あれなんですけど、そのすごいやっぱりこれはね、丈太郎さんに聞くべきなのか分かんないですけど大河ドラマとか時代劇の本当の、その時代設定のものと、ドラマ内での歴史みたいなのあるんですよ。やっぱり昔から着付けをやってる方とかもきっちり絶対着せるっていう、それはそれで素敵なんだけど、たまに思うのが本当に町人がこんなにみんな綺麗に着物着てたのかって思ったりするんですよ。ああ、なるほどね。本当はみんな生活の一部だからもっとこう乱れててもいるはず、洋服着てても乱れてる人いるじゃないですか多分、はい、だから絶対江戸時代とかでもそういう人いたんじゃないかなと思うじゃん。どう思います？跳ねたりとかね、それはもう本当にそうだと思います、ね。でも最近NHK の、なんだっけ、ちょっと大河か坂忘れたけど、昔のそのままでいくともう茶色い着物ばっかりになっちゃうのが、それが華やかな、その時代にはなかったでしょうみたいなものをあえて綺麗なデパンとかの武将が着てたりとか、ブギウギですかね、ブギウギって今やってるやつですね。ブギウギは朝ドラですね、はい、朝ドラ、はい、あえてそういう風にしていく機会もありますよね、天の業界ではね。なるほどな。僕はね、衣装ではね、早乙女太一君の衣装をね、実は彼は10代から作っていて、この前も、ホイランの衣装を作ってくれと言われるんですけども、彼から来るオーダーは見たことないホイランを作ってもらうと、見たことないっていうなと思いながら、すごい難しいオーダーですね。そうなんですよ。要するに進化した、古いものを古いまま、もちろん古典を踏みながらやるんですけども、衣装としてはやっぱり新しいもの、新しいオイランを、早乙女太一のオイランを見せたいので、そういう衣装を作ってもらって、非常に頭を悩ますんですけれども、それも本当にね、そういうオーダーをいただくということも、もう料理付きの衣装でやるんですけども、ぜひね、なんかこう、そういう考察とか、そういうイメージしていただけただけでも、本当に嬉しい感じがします。いやこういうこと。そうですね。面白いも着ていけたらなと思いますね。はい。大河ドラマのとか、NHK だと稽古があるので、はい、その稽古の時はみんなお着物を着て、それはどんな着物を着るんですか？みんな大体浴衣だったりだとか、でも本当にそれこそ、女優さんとかだと、安い浴衣みたいな見たくない感じですか？すいません、みんなそんな感じで、どうしてもこう毎日っていうかね、汚れちゃったりとかする、そう、汗もかくし、アクションとかもするんで、そうなんです。運動着みたいなもんですよね。運動着みたいな感じなので、でもなんかこう、それこそ時代劇も お祓いとかするんですよ、初日に、はい、安全に終わるようにとか、そういう時はね、時代劇の時とかは特に着物とかして、それは衣装ですか？私服でみんな行くんで、時代劇だからこそ着物を着て自分で行ったらかっこいいなと思ってっていう話です。あ、その時にぜひ。そうなんですよね。そうなんですよ。だから着たいって思う、着れる機会いっぱいあるんで、これからはもっともっと、そうです、積極的に着ていきたいなと思います。隙を見つけては、はい、ぜひ着てみてください。さて、皆さんに
に、楽しいトークを繰り広げてきましたけれども、楽しい時間というのはあっという間に過ぎてしまうもので、ちょっと最後の質問になってしまうんですけれども、ラストに溝端さんの今後の目標、あるいは夢、これは着物に限らずお仕事のことでも結構なんですが、そうしたことをお聞かせください。そうですね、目標、夢っていうのはそうです、なんか漠然として、でもとりあえず今がとっても30来年で5になるんですけど、いろんなお仕事だったり大河ドラマもそうですけど、なんかちょっとこう変わった役だったり、今までチャレンジできないものにチャレンジできてるので、とりあえずそれに今拒まず何でも自分から飛び込んでいって、まあ、そこで、失敗しようが、うまくいこうが、とりあえず精一杯それに向かっていくってことが今一番自分の中でのモチベーションなので、そうしていくうちにまあおのずと40代50代が見えてくるのかなと思うので、本当もう毎日毎日一個一個の仕事を丁寧に楽しみながらやるってだけですかね。なんかトライしてみたい役ってありますか？ないですね。何でもいい、何でもいいです。やったことない役、自分でこうやりたいと思ってる人生って、俺夢持ってこうやって、皆さんきっと夢持って、夢持つことが大事だ、目標持つことが大事だっていうふうに俺も思ってたんですけど、最近でも変わってきて、やっぱり結構人に選ばれて、人に促されて流されていく人生なんです、きっとどっかはみんなね、はい、でそれに全乗っかりする人生も楽しいよ、楽しいですよね、うんうん、だからなんかいろんなものと出会っていろんなものに染められていくっていう、っていう意味で言うと、なんかどんどん目の前のものに飛び込んでいくっていう、自分でこの役をやりたいって決めちゃうと、なんかそこに向かっていかないと不安になったり、なんか違うなってなっちゃったりするんですけど、そうですね、なんか今は逆にこう型にはまってっちゃう、はい、型にはまらずどんどんやっていって、で結局おのずと僕自身がとても頑固な人間なので、はい、ですね、めちゃめちゃ頑固で、こう決めたらこうじゃなきゃっていう、もともと性格なんですよ、だから僕今のスタンスの方が合ってるなと思いました。どっちにしたってああだこうじゃないこうじゃないって絶対思って言っちゃうタイプだから、どっちかというともう皆さんに任せて、その流れに身を任せるっていうことが30代の目標かもしれないですね。そして経験を重ねていきたい。そうなんですよ、もう あれやだこれやだってすぐ思っちゃうタイプだから、そう思わないように。いや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 、あのね、やっぱり今聞いたそのね、人生観みたいな、ああなるほどな、ある意味ね、こう段階やったからまた一つのね境地というか、一つの達観したところに行ったんだな、次の段階でっていうところで、まあ、すごい素敵、自然体でいいよなと思いましたね。全然真逆のことを来年ぐらい言ってるかもしれません。いや、そういうもんですね。でも、それでいいなと思ってみて、それはそれでありですね、はい、ありがとうございます。さあ、そろそろお時間となるんですけれども、溝端さんの方から何かトピックスですとかニュースお知らせしたいこと等々ございますか？何ですか、僕の口から。そうですね、何があるっけ、あ、世にも奇妙な物語に出ます、はい、11日かな。11日、はい、来週、ね、来週ですかね。すごいちょっとコミカルな漫画、はい、漫画原作のコミカルパートってあるじゃないですか、世にも奇妙、はいはいはい、怖いパート、でも短いショートのやつで、すごいこうバカバカしい、トランジスタ圧縮技術っていう、トランジスタっていう、はい、トランジスタ技法っていう、3、40年ぐらい前に電子工学のこんなに分厚い本が出てたんですよ。でも、当時ほとんどが広告で、これぐらいしかないんです、本編、はい、だからその3分の2ぐらいが広告だから、その広告を切り取って、またアイロンで固めて圧縮するのをいかに早くいかに綺麗にできるかっていうことに人生をかけてる男たちの話。それドラマになるんですか？まあ世にも奇妙、まあ、世にもそういうことも世にも奇妙ってことで、そういうことね、はい、あとはね、まあ大河ドラマもね、この間全体オールアップしまして、お疲れ様でした。いやいや、僕は全然後半あれだったんですけど、立ち会わせていただいて、そういうセレモニーみたいなのがあったんですよ。その日いらっしゃったんですね。はい、もう皆さん集まって、とっても感動的な、うん、でも本当松本さんが本当に全部背負ってストイックな方だから、もうみんな心配になっちゃって、終わってこれ家で一人で帰ったら、なんかもう
一人にできないってなって最終的にみんなで松本くん家に押しかけて松本くんが寝るまで見守るみたいな、なんか変な余計なおせっかいもうしないと、だってもう毎日台本読んでそれのことだけ考えて生きてた人がそれなくなっちゃったらどうなるんだろうって1年半ですよ。そうですね、1年半駆け抜けたわけだから。でまあ今回大河ドラマで氏真で出させていただきましたけども、また氏真が出るといいなって思ってます。あら、ちょっと期待しちゃいますよ。まあ、うん、ウィキペディア見るとね、長生きなんですよね。そうなんですよ、まだ死んでないんで出るといいなって思ってますとしか言えません。はい、お楽しみに、はい、お願いします。ありがとうございます。 あと正月に、はい、1月2日3日に日、うん、正直不動産っていうまた NHK の山下智久くんが主演の、はい、山下智久くんと過去の大学時代の同級生での親友役で、それを山下に相談しに行くっていう役で2時間スペシャルがあるので、はい、それもお正月も1月の3日にあります。はい、すいません。じゃあまずは世にも奇妙な物語を11日準備してくださいね。はい、最後に一言何か皆さんにメッセージありますか？僕ですか？はい、ちょっと僕で、あ、本当に今日は皆さんとお会いできてとっても嬉しいです。こうやって日本人の伝統といいますか、伝統をさらにまた新しいものに変えて、すごくハイセンスなものをこれから作られていくっていう丈太郎さんの思いのこのイベントに参加できて、とっても光栄でございます。僕自身も時代劇も好きだし、着物自体もとっても好きなので、今後本当魅力ながらもですね、そういう新しい着物のなんか着こなしというか、新しい着物のなんか形みたいなものに、自分もなんだろうな、プラスになれるような活動ができればなと思っていますので、今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ、丈太郎さん、はい、このハイストでのこのステージではこれがラストとなりますが、そうですね、皆さんにメッセージをお願いします。はい、本当にね、こういうこれ日本最大の実は、着物の、イベントなんですね。2日間で約1万人ぐらいでした。まあ、そこで僕がやってる着物イストとこの着物サロンさんとでね、またこう両輪でね、こう大きなウェーブを巻き起こしていければなという思いです。またいろいろとお力をお貸していただきます。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい、皆さん本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、それでは以上に続きまして、着物イストプレゼンツスペシャルトークショーをお開きといたします。それでは皆様、お二人に盛大な拍手をお送りください。